様こんにちは。絶望ラインコでございます。私は独身、工場で働く限界おじさんです。今夜は晩飯を作りながら制作深夜鉄道について思いつく限りの5択を並べてみる試みです。連載や動画投稿を続けていると日本語の魅力に取りつかれる。言葉のリズムや語感が妙にはまったりする瞬間があります。それを昔の人は歌などを読んで楽しんでいた。うわ、それめっちゃ哀れじゃん。情景も浮かぶ。そっちの歌やべえわ。そんなやり取りを当時の歌人たちはしていたのかもしれません。令和の歌人は考えます。ぶっといビートの上で歌読んだらやばそうじゃね。こうしてヒップホップが生まれたとかそうでもないとか、日本語のラップをダサいと感じる方もいらっしゃると思うが、言葉の躍動感や独特の韻、抑揚、言い回し、漢字のイマジネーションや造語の自由度、そんな日本語の魅力をラップは改めて教えてくれます。そしてビートにはポップスの歴史が教科書みてえに詰まっている。それはサンプリングと呼ばれる手法です。このトラックもサンプリングでヒップホップの大ネタを使っている。卵を買える財力を自慢させてください。 JB だ、 DMC だ、 MVD だ、 PPP だといろいろ思いつく方は相当な音楽通です。深夜鉄道もサンプリングによりビートメイクされているが、原曲に別の世界線の自分の曲を使うという大ネタをかましている。せっかくなので原曲のデモからぜひお聴きください。完成した曲をサンプリングしに一度スタジオへ行きましょう。これはイーミュ E6400 ウルトラ。
愛用するサンプラーです。今は PC の方が楽で音質の劣化も少ないため、バッテリーというソフトを使用しております。この粒ガムみてえなのがサンプリングしたオーディオです。長さを調節し鍵盤に配置します。こういうイントロよくありますよね。粒ガムが再生されて音が出ます。使わなかったけど B セクションも拾いました。組み合わせてトラックを作ります。このパターンを録音しておきます。8小節ループを組みます。いわゆるバースですね。これにビートを加えるとあら不思議、ラップをしたくなっちゃいます。ビートは MPC を叩いて作る方が多いですが、残念ながら持っていません。その代わりドエッジフィギュアを置くことでテンションを上げております。サンプリング、ビート、ベースラインの3つで1つのトラックになっています。これがビート。昔はレコードから直接サンプリングしていたそう。今は随分と便利になりました。という夢を見たんだ。ビートに合わせ即興でラップをした最初のデモがこちら。確認するで存在、義理を責める犯罪、社会からは存在、うますぎるは全財、ドスケベだ肌の良い、握り飯は昆布だらこ、かつお節明太、美味しい、マジでうまい、最高にビューだよ、白飯、ストリカ麦飯、今日も食ってら。遠く青に黄昏、街が夜に染まる、喧騒が嘘みたいに、今日が過去になってく、昔話、よりも明日の話。そっちではどうだ、こっちでおやんや、都会打って見上げたって星は見えない、これじゃまるで新月、空の花鳥風月、懐かしむこと空忘れ、見えているかスバルが。頭上のスバル、つながるムスバル、生き様デュアルの玉を食ったバル、寂しさを魚にハムスターも買わずに、ロブスターは食べたことがありません。おっさんは今日も酒を買って帰るセットバーしてくれ。40を過ぎてヒップホップをやるとは思いませんでしたが、思いついたらまずやってみるのが楽しいです。あ、こっち見なくて大丈夫ですよ。
調味料と卵を加えて晩飯も完成です。チューリップハム少しずつ使うとウィンナーより安いかもです。白飯、混ぜる麦飯、それが晩飯。キャベツの味噌汁、木綿豆腐、ビバ、カッパ。炒め物を焼きすぎてしまった。そんな感じで今日の動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。深夜鉄道ですが、4月15日にリリースさせていただきます。つまり今夜です。